高田市病チャンネル。はい、こちらライクゾアの最新リーフレタス品種リマンボーと言います。ご覧の通り非常に葉先のフリルは、深くてフリルが非常に深く入ります。で色はどちらかというと比較的明るい黄緑色の品種になります。で非常に晩抽性のある夏耐性のある品種で、こちらは今ですね9月上旬巻きで、今11月の上旬なんですけども、非常に抽体が遅くて、まあ、ずっしりとしたいい株が取れております。でこちらのリマンボウの最大のポイントは、葉っぱがグリーンリーフレタスとフリルレタスの中間で、シャキシャキ感があって甘みもあるという点です。それとですね、なんとこのレタスの葉っぱ一枚一枚が耐熱性があって、レタスっていうのは非常にこう熱い料理を乗せて、敷物にしたりすることも多いと思うんですけども、そのような調理にも向いてますし、あとハンバーガーに挟んだ時にもレタスがこう黒くてくしゃくしゃとなってしまうようなことも少ない、耐熱性のある葉っぱの質を持った品種になります。まあ、株の形はこのような形で、非常にこう特徴のあるフリルと色が黄緑色で、非常にこう綺麗な見栄えのするレタスになります。でこちらの葉っぱ1枚1枚が先ほど耐熱性があると言ったんですけども、まあ、その他にこの葉っぱの形状も非常に特徴がございます。まあ、このように葉っぱ一枚一枚が非常にこう横幅が広い形状をしておりまして、株元のところがスッとこう伸びてしまって、カットした後ゴミになるようなこともなくてですね、利用できる場所が非常に多い、まあ、いわゆる加工屋さんにとってはぶどまりのいい品種、ぶどまりのいい葉の形をした品種になります。でなおかつ葉が耐熱性があって、あとこうドレッシングとかオイルと混ぜたりする時も、オイルとかこう酸に対する耐性もあって肺痛みがしにくいという特徴がございます。で今たくさん剥いたんですけど、まだまだたくさん葉っぱが取れますけども、まあ、このような形の品種、まあ、横幅が広い丸い形をした葉っぱがこのリマンボウの葉っぱの形状の特性になります。で主に土耕栽培でも、こちら今土耕栽培なんですけども、土耕栽培でもいいんですけれども、このご覧の通りレタスの下っ端が非常にコンパクトで、下の葉っぱと上の葉っぱのこう広がり具合が同じなのがこう見てわかると思うんですけども、まあ、このような比較的コンパクトな外葉を持ったレタスですので、特に栽培効率化、栽培スペースの有効化を気にされる、まあ、閉鎖型の植物工場ですとか、太陽光型の水耕栽培、パネルに何枚、パネルに何株レタスが生産できるか、そのようなコンパクトな装置を求める、法人さんには非常に最適な品種になると思います。で、まあ、こちらのリマンボウだけに限らず、ライクズワーンの、弊社高田種苗が、発刊するカタログにはよく書いてあるんですけども、まあ、特にこの外葉がコンパクトっていうところが植物工場さんですとか水耕栽培さんには重要なポイントになると思います。で植物工場とか水耕栽培でパネルの上に葉っぱの外葉が非常に大きく広がってしまいますと、まあ、そこから病気が入ったりですとか、まあ、そもそもその外葉はゴミになりますので、まあ、このような外葉がコンパクトになる装置の品種、これがライクズワンには非常に数多く取り揃えられておりますので、まあ、ぜひ
いろんな品種ございますので、ライクズワンの水耕栽培、植物工場向けのレタス栽培、レタス品種、こちらの方をぜひお試しいただきたいと思います。